皆さんこんばんは、たちこです。今日のニュースは、中国が2024年のアメリカ大統領選に介入しないと、去年11月の首脳会談で伝えていたようなので、それについて見ていきます。記事がこちらで、中国は24年アメリカ大統領選に介入しない。習氏がバイデン氏に約束ということで、中国の習近平国家主席がアメリカのバイデン大統領に対し、2024年アメリカ大統領選に中国は介入しないと告げていたことが31日までに分かった。去年11月、両首脳が会談した際に伝えたという。先週には中国外相もバイデン政権の国家安全保障担当顧問に同じ内容を確約したとされる。当該のやり取りに詳しい情報筋2人が CNN に明らかにした。いや、今年は介入しないって、やっぱり前回の選挙を介入してたんじゃねえかっていうね。しかも自らそれを暴露して、それをあえて会談の時に言うって、何か中国にとって想定外な事態が起きていた可能性があります。まあ、もしくはいつでも攻撃できるぞと脅したのかの、まあ、どっちかですね。まあ、ただわざわざ自らの手を晒す意味はないので、まあ、この首脳会談の時に、まあ、中国にとって何か不都合なことがあったんでしょう。それに今、大統領選で優勢と言われているのはトランプですよね。で、そのトランプは大統領に返り咲いたら、中国からの輸入に一律で 60% の関税を課すとか言っちゃってるので、まあ、米中対立がより激化すると予想できますよ。まあ、それを考えたら、普通に介入するでしょうから、この介入しません発言は、まあ、別の意味があるってことでしょう。これまで報じられなかった習氏とバイデン氏とのやり取りは、数時間にわたるアメリカカリフォルニア州での会談で交わされた。会談の狙いは、歴史的水準に高まった米中の軍事的、経済的緊張を緩和することだった。情報筋の一人によれば、選挙介入の件を取り上げたのはバイデン氏で、やり取り自体は短いものだったという。先週末には、タイ・バンコクで、中国の王毅外相とサリバンアメリカ大統領補佐官が、再びこの問題を話し合った。王氏はサリバン氏に対し、習氏がバイデン氏に確約したものと同じ内容を告げたとされる。具体的には中国政府として、今春のアメリカ大統領選に介入することはないと約束したという、情報筋が明らかにした。情報筋によれば、中国がアメリカの選挙に介入する、もしくは影響を及ぼす可能性は、両国の高官レベルの会見で、この数ヶ月間、再三話題に上がってきた。はい、この首脳会談の時だけでなく、外相会談でも同じ話をしていたということですから、まあ、もしかしたらアメリカは決定的な証拠を持っていて、それを首脳会談で突きつけて揺さぶったんじゃないでしょうか。まあ、それに焦った中国が首脳会談だけでなく、外相会談でも、介入しません、すいませんでした、みたいな、なんかそんな感じにも見えますよね。中国は大統領選への介入を控えるとしているものの、同国のハッカーらは依然として潜在的な影響力を持つ存在だ。彼らはアメリカの主要なインフラに足場を築いている。過去数ヶ月間、アメリカの国家安全保障担当当局者は、中国のサイバー要員が、開示や運送部門のコンピューターネットワークに潜入していることも公に警告している。中国政府はこれらのシステムにアクセスすることで、自国が台湾に侵攻した場合に、アメリカが行うあらゆる軍事的対応を妨害する可能性がある。はい、もうこれは本当ね、他人事じゃない、非常に重大な問題です。中国がアメリカの主要なインフラに足場を築いて潜入しているように、まあ、当然日本でも同じように足場を築かれて潜入もね、されているでしょうから、まあ、今日本ができることといえば、早急にセキュリティクリアランスを導入して強化しないといけない案件です。まあ、じゃないと確実に社会生活に影響出ますからね。で、実際に日本のセキュリティのザルさ加減が去年露呈したの皆さん覚えてますか？去年7月にあった名古屋港へのサイバー攻撃です。あの時、コンテナ搬入作業の停止を余儀なくされただけでなく、未だに感染経路も特定できていません。まあ、さらにひどかったのが、証拠保全もされず、セキュリティ専任者も不在という、まあ、結構深刻なザル状態が露呈していますので、まあ、ほんと冗談抜きにやばいですよと。まあ、政府はというと、今年の通常国会にセキュリティクリアランス制度に関する新法案を提出するよう動いていますので、まあ、ほんとね、早くやるしかないです。アメリカはというと当然危機感を高めてまして、FBI 長官が議会で証言し、このように警告しています。中国のハッカーは水電や電力網、石油や天然ガスのパイプライン、交通システムなど私たちの重要なインフラを標的にしている。中国のハッカーがアメリカ国内のインフラを標的にして、市民や地域社会に混乱を引き起こそうとしている。また中国発の動画投稿アプリ TikTok について、親会社は中国政府の言いなりだ。中国は何百万人という利用者のデータを使い、あらゆる種類の諜報活動や影響力の行使に利用できると指摘しています。まあ、議会で証言するほど、まあ、アメリカはかなり警戒を強めてますし、開示や運送部門のコンピューターネットワークに潜入していると公に警告しているとあるように、まあ、状況を把握できていることを示唆しているので、まあ、そういった証拠を首脳会談で習近平に叩きつけて、まあ、全部バレてるからなと、まあ、釘を刺したんじゃないかと思います。まあ、これは防衛政策でよくある手法で、日本でも中国の戦闘機や潜水艦の動きをあえて公表して、
まあ、全部把握しているから、来たらどうなるかわかるよね、みたいな。まあ、そういうことやっているように、まあ、こう全部バレてるっていうのを相手に知らせるっていうのは、相手からしたら致命的なので、まあ、そういう似たようなやりとりが、まあ、これは想像なんでわかりませんけど、まあ、そういうのがあったんじゃないかなっていう感じがします。まあ、それに比べて日本のセキュリティ事情は、ほんと把握しているどころか、ようやく危機感が出始めたところで、まあ、やっとなんかスタートラインに立ったっていう状態なので、まあ、ほんとこれ以上ね、遅れないようにしてもらいたいです。まあ改めてね、一番最初の、まあ介入するかしないかの部分なんですけど、もうすでに中国はある意味介入してきてると思いますよ。台湾総統選で、頼清徳に投票したらアメリカ側の政権になるぞと。そしてアメリカ大統領でトランプが勝てば台湾を見捨てる。だから中国と仲良くする政権に投票した方がいいぞみたいなプロパガンダをね、垂れ流してましたし、日本でもトランプになったら台湾有事の危機が近づいて危ないぞっていう論調にね、なっています。まあもちろんその可能性が全くないとは言いませんが、まあ前回のトランプ政権や最近の中国に対する発言を聞いてると、まあ現状維持もしくは積極的に対中包囲網を引く方向に行くと思うので、中国にとったら バイデンに対しては今回のように下手に出て、まあ自分で自白しながらすり寄って、でトランプに対しては分断工作っていうのを今やってるっていうのが現状な感じがします。まあこの分断工作はいつもやってることなので、介入とは言えないかもしれませんけど、まあこういうね論調を大統領選まで持っていって、まあその延長線上でアメリカ国内でも不安を煽り、選挙を混乱させる狙いが、まああるんじゃないかと思いますね。まあどっちにしても中国が介入してたことは中国自身が認めた形になってますから、まあこれは日本も警戒しないといけませんね。はい、ということで今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。